今年度初の将棋のタイトル戦叡王戦五番勝負があさって開幕です今期4連覇を目指す藤井八冠は先月の棋王戦に続き同学年の伊藤匠七段の挑戦を受けます開幕の舞台は創業およそ100年名古屋市東区の高級料亭カモメ栄養戦がここで行われるのは今回で3回目です こちらの木の香りがする落ち着きのある空間では、あさって藤井八館の対局が行われます。七十畳の大広間。窓の外には優雅な庭園。そして、気になるのが勝負飯。今年はどんな内容なのか。二人とも、まあ、同い年ということで、まあ、若いんで、まあ、しっかりと量を。 入れて満足していただけるように盛り込みました一品一品っていうのは1.5人前ぐらいあると思います今日公開された勝負飯は三品まずは名物ポン吉善吉麺すっぽんスープ仕立てすっぽんを使った醤油ベースのスープにとろみをつけたカモメの名物メニューですカモメっていうのがやっぱりすっぽん っていうのを結構メインでやってまして、その中でそのポン吉もあの名物料理としてぜひ食べてほしい。料理なのであの入れました。振り返ると藤井八冠はこれまでカモメで2回対局していますが、いずれもポン吉が入ったメニューを注文しています。3>, 3回連続っていうのはなさそうですかね。いやあると思います。天価すぎじゃないですけど、それでまた。 買っていただくとこちらとししてはすすごく嬉しいです続いてはカモメ名物もち豚の角煮は甘みともちもちした食感が楽しめホタルイカなど春の食材もふんだんにまた選ばれた米は岐阜飛騨産のブランド米銀の三日月ですさらに今日公開されたのは愛知ガモレモンにのせ。 三河手延べうどん。レモンでさっぱりと煮た鴨肉が、コシのある三河手延べうどんの具に。一方、春巻きも三河産うなぎや大葉、ふきなど、地元食材が詰まっています。歴史に残る、あの、舞台に、こちらも協力していきたいなと思うので、よろしくお願いします。さらなる飛躍を目指す藤井八冠。地元の勝負飯パワーで。 幸先のいいスタートを切れるか注目です